この奥に一般客用のエレベーターがあるの。15階まではそれで登りましょう。オッケー、頼り。ねえ、少しは疑ったりしないわけ？何をだ？私の言ってることによ。実は私がボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているとか考えないわけ？バラクーダのボスに囲われてるって話はしたでしょ。実際私は一度一番を騙して身ぐるみ入って、そのエレベーターの中にマシンガンを持った連中が待ち構えてるかもしれん。まあそん、はあ、いいんだよ。ちーちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果に文句。どうした、ちーちゃん？ごめん、道間違えた。え？ここら辺似たような構造だから勘違いしちゃった。本当はこっち。早く。おどこで休まないか。おい、今度は行き止まりじゃねえか。そう思うでしょ。でもそうじゃないのよね。うわ、各種地下のレーザーといい、こいつといい、それくらいじゃないとハワイの裏社会で生きてはいけないわ。さあ行きましょう。休ませちゃくれねえか。よし。どうした？フラフラするぜ。俺の番か。叩き潰す。
わし。もらった。放電準備。よし。てい。い調子だぜ。わかりました。かかってきやがれ。立ってるだけで体力が削られしまう。こりゃ早いとこ片付けて部屋を出るしかねえ。なんとかやっか。相手してあげる。もらった。放電準備。きっちいな。さっさと来い。ガツンと行くぜ。つぶれちまえ。弱っか。体叩き潰す。まっさまな。加減しねえぞ。ビビってんのか。いつでもどうぞ。終わらせる。ちょっとあっという間にあの雪だ。
何？来ないの？回復だ。You're dead meat! ミスったらごめんね。覚悟！どうした？受けてみな！隙がないな。これが俺の真骨頂よ。何でもできそうな気分だ。ここから先に この扉の先がスイートルーム。いよいよボスとご対面ね。連中の親玉だ。どうせろくなやつじゃねえ。今のうちにしっかり準備しておこうぜ。どうだ、実に美しい景色だろう。だが100年前までこの辺りは見渡す限りのタロイモ畑だった。当時のハワイは農業くらいしか産業のない島でな。それを白人の資本家が作り変えた。畑を潰しカリフォルニアから運んだ白い砂を敷き詰め、そして著名な建築家を使っていくつものホテルを打ち立てた。今目の前に広がるこの光景は偽りの作り物というわけだ。何が言いてんだ。偽物は時として本物以上の価値を持つということだよ、春日一番さ。私がバラクーダを仕切っているドワイトだ。俺の名前をご存知とは光栄だ。日本人にはひときわリスペクトを抱いていてな。100年ほど前、私の祖国には多くの日本人が移民にやってきた。彼らのおかげで農地が耕され、国が栄えたんだ。なるほどな。しかしここまでたどり着くとは驚きだ。と言ってもお前に驚いてるわけじゃない。私が驚いてるのはそこの女にだ。私を裏切るとは大した度胸だ。ごめんね一番。私ボスの書斎を漁ってたら手下に見つかって逃げたって言ったでしょ。あれ嘘。本当はその場で捕まっちゃったの。だがそこへ春日、お前ら侵入者の知らせだ。私は千歳に選択肢を与えた。ここで私に殺されるか、私のために一仕事するか。仕事？さっき言ったでしょ、ボスの命令でわざと危険な方向に一番たちを誘導しているって。あれ本当だった。だがどこで気が変わったのか、
そいつは本来誘導するルートを途中で変えた。結果、まんまとお前たちはここへたどり着いてしまったというわけだ。そうか、あのエレベーターの時か。あ、道間違えたって言ってたあれか。一応聞いておこうか、千歳。なぜ私を裏切った？春日さんたちにつく方が私にとって都合がいいって思っただけよ。だってこの人すごいバカだから。な、こんな考えに裏表がない人初めて見た。あんたの命令聞いたところでこのまま生かされるかなんて分かったもんじゃないけど、春日さんの言うことは信用できる。だって人の裏書くなんて頭持ってないもの。言ってくれるぜ。なるほどな。私を裏切るとどういう報いを受けるのかは分かってるのか。さあね。やれやれ、富士宮家からこんなおてんばが生まれるとは。親御さんもさぞ気苦労が絶えないことだろうよ。あんたなんでそれを。知らないとでも思ったか。我々バラクーダの商売相手は世界中に及ぶ。日本の名家なんて当然の知識だ。それに最初に見た時からお前の所作が上流階級のそれだということは分かっていた。だからいずれ利用できると踏んで囲っておいたのだ。春日たちを死に追いやるよう命じたのも自分のせいで彼らを死なせたという責を負ってくれればよりコントロールしやすくなるという思惑からだったが、それはまあいいだろう。心配するな、お前は殺さん。実家を絞れるだけ絞り取るための材料に使わせてもらう。このゲス野郎。さっきは褒めてくれてありがとうよ、じいちゃん。相変わらずね、一番。怒ってないの？言っただろ、じいちゃんを信じるって決めたのは俺なんだ。ほんとバカよね、あんた。おしゃべりはそこまでだ。いや、俺の要件がまだ終わっちゃいねえ。ドワイトさんよ、2012年10月7日に起きた強盗事件覚えてるか？被害者はナウテの不動産会社社長コニー田中。取引先に向かう途中のハイヤーが襲われ、現金でいっぱいのカバンが奪われた事件だ。その事件がどうかしたかね？大した証拠もないまま犯人に仕立て上げられたのが俺だ。ああ、お前がそうだったのか。その説はどうもありがとう。認めるんだな、ローマンを使っててめえんとこの罪を俺にかぶせたって。さあどうだろうな。ドワイトさんよ、俺からも聞きてえことがある。あんた、アカネって女の人を探してただろ。もしかしたらあんたはもうアカネさんを見つけてるんじゃねえのか？お前らに残された道は一つだけだ。速やかにこのフロアから出ること。生ゴミになった状態でな。これは私の故郷でマチェテと呼ばれているナイフだ。国の男たちはこれ一本で何だってやってのける。ジャングルを切り開き動物を仕留める。ハワイじゃ開きを作るのにもってこいだ。上等だ。 Today I'm going to give you boys a live demonstration. Time to bleed! Say! Say ya!Hoo!
よし。どうも、ビビってんのか。What? Let's go。はあ。俺の番だな。何？来ない。いつでもいいぜ。行くぜ。オーレンジン。よし、やるぜ。私の出番ね。
ら来いよ。はあ、おりゃ、よし、よし、やるぜ。俺の番か。シンプルにいくぜ。フラフラするぜ。おりゃ。よし。お茶にしましょう。ちょっと聞いて。ありがとうよ。さてと。それの番だ。どうした、さっさと来い。相手してあげる。たっぷりと礼をしてやるぞ。私の出番ね。どう料理してやる。相手してやる。はあ、お茶にしましょう。よっと。ありがとよ。よし、いくぜ。
ごお茶にしましょう。よっと俺の番だ。くらいだ。よし、この調子でさっさと行きましょう。調子だぜ。コツつかめたんじゃ。アカネさんはここにいるのか。確かに我々は彼女を探している。だが発見には至っていない。疑うのならこのフロア中を好きに探すがいい。なぜお前らバラクーダが彼女を探してるんだ。それは知らんのだ。知らねえで探してんのかよ。正確に言えば彼女を探すよう依頼があった。我々はそれを受けただけということだ。依頼？誰からの依頼だ。それも不明だ。だが依頼主は私のアドレスに直接依頼を投げてきた。そんな情報そうそう漏れるものではないし、頭金と称して100万ドルの入金があった。仕事が成功したら900万ドル追加で支払うとの条件でな。女一人捕まえるだけで1000万ドルだ。怪しいか。乗らない理由はない。クソ、なんかねえのか。アカネさんなりその依頼主につながるような情報はよ。あればとっくに我々が利用している。皮肉なもんでその言葉は信用できるぜ。アカネさんの方の話は片がついたってことでいいか、カスガ。ああ。じゃあ次は俺の用事だ。おっ。イエスかノーかで答えろよ。俺が濡れ衣着せられた事件、その犯行も身代わりを仕立てるよう仕向けたのもてめえなんだな。答えろ。そうだイエスだ。そうか、てめえが、てめえが俺らの人生をめちゃくちゃにしやがったのか。いや、許してくれ。ローマは死んだが今からでも私の力を使って罪を取り消そう。金も払う。100万、1000万ドルだ。どうだ、これまでの人生を取り返すには十分な額だろう。ふざけんな。金で俺の子供が帰ってくるのか。どこまで人をコケにしやがる。おいてめえ、千歳の素性をつかんでたな。あいつに関わる情報を全部捨てろ。そんで全部忘れろ。それを誓うなら見逃してやる。どうだ、誓うか。誓う。情報は全て捨てるし後悔もしない。誓う。そうかい。まあ万が一誓いを破ってみろ。いつでもこいつをぶっ刺しに行ってやる。それに
このいい写真もばらまいてやるよ。楽しみにしとけ。さあ、ここでやれることは済んだみてえだ。帰ろうぜ。いいのか、富澤。本当はぶっ殺してやりてえけどよ、こいつらと同じになりたがね。それにこいつやってもバラクーダが潰れるわけじゃねえだろ。千歳の情報がどこから漏れるか分かったもんじゃねえ。だったらこいつ生かしてきっちり管理させた方がいい。なんでそんなことあんたが。おめえにも命救われちまったからだよ。よくわかんねえけど、ドワイトに逆らって俺らをここに連れてきてくれたんだろ。本当は死ぬはずだった俺らを、その恩を返しただけだ。一番といい、お前といい、これ以上借りを作るのはまっぴらごめんなんだ俺。男前じゃねえかトミー。気づくの遅えよバカ野郎。へえ、第五地区が巡り巡ってこんな町のど真ん中につながってたとはな。のんきなこと言ってんなよ。死ぬ思いしてまでバラクーダのボスに直談判した挙句収穫なしなんだぞ。なのに俺だけ用事が済んじまった。いいじゃねえか、それだけで行った甲斐があったってもんだ。それに心強い仲間もできたしね。よろしくね。俺たちを売ろうとしたけどな。あ、そういうこと言うんだ。結果的には助けてあげたじゃない。だな、おかげで助かったぜ。ありがとうな、ちいちゃん。どういたしまして。イチさんは素直でよろしい。トミーも見習った方がいいよ。こいつ。一番、おめえはお人よしすぎんだよ、ったく。経過はどうあれ、彼女に助けられたのは事実だ。それに、茜さんを探すには千歳の協力は必要だろう。あら、受け入れてくれるのは嬉しいですけど、私は茜さん探しが済んだら用済み。どうかな。俺はあんたみたいなたくましい人間は嫌いじゃないぜ。そういう褒められ方したのは初めてかも。はぁ、分かったよ。俺も一番に銃向けた身だ。こいつにとやかく言う資格はねえさ。話がまとまったみたいで何よりね。それはそれとして、俺はこいつがいけすかねえけどな。あら残念。私はトミーのこと好きよ。うるせえ。こいつはどう思う、さんくせ。きっとまだ隠してることがあるはずだ。俺の勘がそう言ってら。いい女には秘密の一つや二つはあるものよ。よろしくね、トミー。ちょっとでも怪しい行動してみろ。大丈夫、私男の人からジロジロ見られるの慣れてるから。こりゃちーちゃんの方が一枚言うあてみてえだな。うるせえ。じゃ、改めてよろしくな、ちーちゃん。よろしくな。こちらこそ。改めまして、富士宮千歳と申します。お世話になりますね。春日さん。ありがとうよ。そうだ。
点で行こう。1番ってココナッツオイル使ったことある？いや、ないな。そこのお店のオイル塗るとお肌が超プルプルになるの。せっかくだし使ってみなよ、きっと驚くよ。俺みてえなおっさんのお肌がプルプルになってもな。いやいや、身だしなみは大事大事。肌が綺麗な男は魅力的だよ。そういうもんか。じゃあお肌の手入れしてみるか。そうそう、レッツプルプル仲良し。感覚で注文すると驚くよね。 M サイズのつもりで頼んだら LL サイズ。アロハ。ありがとうございます。それが俺が持っている茜さんの情報の全てだ。相当な権力を持った組織から提供されたんだが、書かれているのは生年月日に住所程度の情報だけでな。なんでなんだろうな。キリュウさんの組織ってあれだろ、007みたいなやつなんだろ。個人情報なんてちょちょいのちょいなんじゃねえのか。確かにな。一般人ほどむしろ情報は集めにくいということかもしれない。要人ほど常日頃マークされている分、情報も集まるからな。ああ、なるほど。千歳、些細なことでもいい。資料に書かれてないことで何か知ってることはないか。一つ気がついたんだけど。ん？なんだよ。仕事のことが書いてないのよね、これ。仕事？そう、養護施設の所長だったのよ、茜さん。ずいぶん長い間そこで働いてたの。沢城の頭、そんなこと一言も言ってなかったな。頭も知らなかったのか。まあ私も行ったことはないんだけどね。でも場所はわかるよ。何か手がかりがつかめるかもしれねえな。行ってみようぜ、その養護施設。ああ、そうしよう。よう、トミー、俺も一緒にいいか。ちょうど飲む相手が欲しいと思ってたとこだ。へへ、じゃ遠慮なく。ふう、今日も酒がしみるね。結構いける口なのか。
どうかな。ハワイに来て早々酔いつぶされて全裸で放り出された身だ。あんまりでかい口叩ける立場じゃねえやな。そうだった。そっちはどうなんだよ。たしなむ程度だ。一時期は嫌なことを忘れたくて酒に溺れてたけどな。もしかしてマリーさんのことが。まあな。けどどんな深い傷でも時間が経ちゃ塞がっていくもんだ。だからお前が裸で放り出されたこともそのうち笑い話になんだろ。おめえの傷は本当にもう塞がったのかよ。だったらいいんだけどよ。どうなんだろうな。時々古傷がうずくって感じかな。バラクーダのせいで人生狂わされたのは何も俺とマリーだけじゃない。他にも連中の身代わりで罪着せられた人がたくさんいたらしいからな。ただ奴らにはめられた時、俺たちほど幸せの絶頂だった奴はいなかったろうな。マリーの腹には子供がいて、俺はあいつのためなら何だってやれる気でいた。悪い、思い出させちまったな。バカ野郎、このくらいはしょっちゅう思い出してんだよ。でな、こっからは俺とマリーの馴れ初めなんだけどさ。え、続けんのかよ。いいだろ、ここまで人に話したのは久しぶりだ。せっかくだから最後まで言わせろって。いや、まあおめえが構わねえなら喜んで聞かせてもらうよ。あれはもう十何年も前か。俺はその頃からタクシーの運転手やっててよ。休みになるとクラブに行ってナンパに精出してた。ほとんど成功したことはなかったけどな。ほとんど？全くの間違いじゃねえのか。余計なちゃちゃ入れんなって。へへ、悪い悪い。である晩声かけた子が彼氏持ちでさ、まあの悪いことに俺もヘベレケに酔っ払ってて喧嘩になった。またその彼氏ってのがレスラーみてえなマッチョでよ。店の裏に引きずり込まれてボッコボコ。あん時はマジで死ぬんだと思ったよ。悲惨なナンパ失敗談だけどよ、マリーさんはいつ出てくるんだ。焦んなって、今出てくるから。ボロボロになって放り出された俺をたまたま見つけて手当てしてくれたのがそのマリーよ。マリーは会社の仲間と店に来てたらしくてな、俺なんかを助ける義理なんてこれっぽっちもなかった。なのによ、俺の死で服が汚れようがあいつは全然気にしないで面倒見てくれた。へえ、いい人なんだな。あ、人生最悪の夜かと思いきや、マリーと出会った人生最高の夜だったってわけだ。そっから猛アタックしてさ、初めて俺の目の前に天使が来てくれたと思った。そっか。けど俺にとっては最高の夜でも、マリーにとっちゃあれがケチのつけ始めだったのかもな。トミー、妊娠が分かってあいつが仕事辞めた途端、俺はムショに送られることになって、俺なんかと付き合い始めたからあいつは幸せな人生を送れたはずなのによ。マリーさんならそんな風には思わねえよ。そう言ってくれるのはありがてえけど、実際のところどうかわからねえ。なあトミー、彼女のことを探したりはしなかったのか。確かしばらくは無所まで面会に来てくれたんだろ。もちろん出所してから真っ先に探したよ。でもダメだった。二人で住んでた家から彼女のものだけが綺麗さっぱり持ち出されてたんだ。要するに探さないでくれってことだ。腹ん中の子が流れてマリーが一番辛かった時、俺はそのそばにいてやれなかった。だから彼女が何を思って姿消したとしても、俺にそのことをとやかく言う資格はねえ。そうか、
俺の人を見る目もまだまだだな。は？なんだそりゃ。初めて会った時、おめえは俺に銃向けて金をせびったろ。あん時はおめえのことをろくでもねえ野郎だくらいにしか思わなかったけどよ、やっぱ人それぞれ何かしら重てえもんを背負ってるんだなって今教わったよ。そういや確かにお前に銃向けたな。そのことって俺謝ったっけ？別にもう気にしちゃいねえって。いや、いい機会だ。あ？あん時はすまなかった一番。じゃあ一杯おごってもらわねえとな。これでチャラだ。もうよそであんな真似すんなよ。多分な。おい、ありがとうよ。よっしゃ、歌うぜ。取れるぜ、キムチよりは。燃やせ、燃やしつ。そう急な人、わかってんだ。この歌を送るぜ。我ながら素晴らしいぜ。